1976年の白布駅と周囲約500メートル範囲。左が、まさき方面。聞こない方のトンネルの手前、築堤状の海側に、簡易ホームが確認できる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成白布駅は、北海道まさき郡福島町あざ白布に、 かつて設置されていた北海道旅客鉄道正木線の駅である。松前線の廃線に伴い、1988年2月1日に廃駅となった。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した。無人駅となっていた。駅舎は存在せず、アプローチ階段入り口付近に待合所を有した。 当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語のチロプに由来するとされるがはっきりせず、以前この地に鷹が群生しており、うち一羽の白鷹が群れの蝶であったらしいことから、シロフは白鷹の意であるともされる。周囲よりも高い場所にあり、トンネルに挟まれていた。駅前には水産加工場があった。2010年時点では、駅関連施設は何も残っていないが、 2012年時点では、駅へのアプローチ階段と道路橋の橋台が残存していた。駅の両端にあったトンネルはコンクリートで塞がれている。ありがとうございます。